こんにちは。お天気をお伝えします。ひな祭りの今日、道内はまるでひし餅のようになっているんです。どういうことかというと、一番下の段、これから来る春を待つ草の緑、そしてその上にはたくさんの白い雪。今日も新たに雪の積もったところがありますが、午後は雪のエリアが広がりそうなんです。しかも上の段、上空には暖かい空気、今日降る雪は湿り雪となりそうです。そんな道内、雪雲の予想から見ていきます。画面は正午です。雪雲は道央と道南を中心に道東にもかかり始めています。この後雪雲は東へ広がっていきます。一方で道南では雪雲は抜けていき、降り方は弱まっていきそうです。夜までに降る雪の量は多いところで10センチから15センチの予想です。では今の釧路の様子です。この時間まだ雪は降っていないようです。午後の天気と気温です。ご覧の釧路や帯広など道東ではこの後雪雲が広がります。 2,3 時間ほどで止む予想で、うっすら積もるくらいでしょう。道南では昼過ぎまでは雪や風が強まり、吹雪くこともありそうです。また湿り雪による電線着雪にも注意です。札幌では夕方頃まで雪が続きます。山沿いでは10センチ、中心部で5センチほどの雪が降る予想です。では今の札幌です。今日は雪が降っていますが、明日は天気回復します。週間天気です。明日は各地で日差しが戻ります。買い物など穏やかな天気を有効に使うと良さそうです。週末は荒れた天気となります。土曜日は気温が高く、雨で崩れ始める見込みです。特に太平洋側では風が強まる恐れがあります。日曜日は日本海側とオホーツク海側で強い雪が降る予想です。風の強い状態も続き、月曜の朝まで吹雪くところがありそうです。